アウグスト・バイスマン。古典と進学を学んだ高校教師の父親、ヨハン・コンラート・バイスマンと市議会議員の娘である母エリーザのもとにフランクフルト・アム・マインで生まれた。19世紀の典型的な上流階級の教育を受け、4歳から音楽を、14歳からは絵とスケッチのレッスンを受けた。 彼のピアノの教師は熱心な蝶のコレクターで蝶や青虫の収集を彼に教えた。しかし自然科学を学ぶことは彼の将来の仕事とは関係がないとみなされ、家族の友人フリードリッヒ・ベーラーからは薬学の勉強を勧められた。16歳の時に母、エリーザが亡くなり、その遺産によって月天元大学で学ぶことができた。1856年に卒業すると人体における。 馬尿さんの合成に関する論文を書いた卒業後にロストックの都市病院で助手の職を得た。その後病院と博物館で学ぶために、ウィーンに留学し、医師の資格を取って卒業した。1859年にオーストリアとフランスイタリア間に第二次イタリア独立戦争が起きると、バイスマンは軍医として従軍した。 休暇の間には当時オーストリア領であった現在の北イタリアやチロル法をめぐった。戦後、パリでサバテカルを送った後、ギーセン大学でルドルフ・ロイ・カルトと共に働いた。1861年から1863年まで追放されたオーストリア大公の一族ステファンの個人意としてフランクフルに戻った。1863年からフライブルク大学で 講師、1865年から教授、1873年から1911年まで動物学研究所の所長を務めた。この間の1879年には、後に作曲家になる息子、ユリウス・バイスマン生まれている。1912年に引退、1914年にフライブルクで死去した。1868年にフライブルク大学で、 就任講義にダーウィニズムを選んだ時から、この理論を非常に重要なものとみなしていた。彼が進化の分野に踏み込んだ時に最初に取り組んだのは、代替理論としてのキリスト教の創造論であり、著作、ダーウィン理論の用語に関してでは、創造説と進化論を比較した。そして、多くの生物学的現象が進化論の枠組みの中には、きれいに収まるが、 想像の結果であるとするなら多くが謎のまま残されると結論付けた。続いてバイスマンは進化を天文学の原理的な過程、例えば地動説と同じように事実であると認める。遺伝メカニズムと遺伝が進化に果たす役割についてバイスマンの姿勢は幾度関わった。バイスマンはチャールズ・ダーウィンをはじめとした他の19世紀の科学者の多くと同じように 観察される一つの種の個体の変異は、ダーウィンの用語の、毛わり、スポーツ、突発的な個体変異の遺伝の結果だと考える、ところからスタートした。1876年の著作では彼は種の変化が、環境の変化の直接の結果だと考えた。彼はこう書いた。もしあらゆる変異が、外部の状態への反応であるなら、発生の系統からの遺伝の逸脱として、進化は、 環境の変化なしには起きないはずである。これは結果的に現在の進化の概念に近い。しかしバイスマンも機関の要不要という古典的なラマルク主義のメタファーを使用した。またこの時期には反復説を完全に受け入れており、昆虫の幼虫の模様を系統発生が歪んで現れたものとして説明した。しかし1882年後半にはこれを選択の 結果として説明し直した。種文化に関する議論では、地理的隔離が不要で、同所的種文化は起き得ると主張していた。バイスマンは、個体変異と地理的変種を区別しなかったために、多形の存在、性的苦手でさえ、を同所的種文化の根拠とみなした。目的論的進化感についての議論では、 正規論と抵抗進化説を経験的に証明不可能であるとして反対した。バイスマンが獲得形質を最初に否定したのは1883年に行われた遺伝についてと題された講義であった。彼は創造体進化に関する論文と同じようにどちらの理論でも個別の例を説明しようと試みる。例えばどのようにありの不妊カーストの存在は 獲得形質の遺伝で説明できるのか一部の昆虫の繁殖のように一生に一度しかない行動がどのようにして用不用で形作られるのかこれらは生殖質理論でなら説明が可能である。バイスマンはダーウィンのオリジナルの用不用の例え、例えば家畜の水鳥は退化した翼とより強靭な足を持つ傾向を用い、 自然選択で十分に説明可能であると論じた。しかし、蛇の獅子の大化や洞窟をの目の大化のような例は、洋腐溶接を説得的に支持するように見え、同時代の人々を転校させることができなかった。バイスマンは、この時期に強固な選択万能論者に転向した。彼は、生物のすべての特徴が、自然選択によって形作られると宣言した。 それでも実際には中立的な形態が存在することを認めていた。また後には適応が完全をもたらすのではなく様々な制約が存在することを論じた。この時期には超約説を批判している。生物の個体は多くの強適を思っており調和して存在している。彼は唐突な変遷は種を存続できなくすると考えた。これは倍数化例外として 現代の視点とほぼ同じである。メンデルの再発見の後、突然変異が、超薬説の根拠とみなされた時期にも継続して、超薬説に反対した。バイスマンは、ウニの卵の発生を研究し、観察した二つの異なる細胞分裂を、赤道分裂と、原数分裂と名付けた。彼の生殖質論は多細胞生物が遺伝によって、伝えることのできる情報を持つ、 生殖法と体の機能を実行する体細胞からなると主張する。生殖細胞は個体の障害の間に起こる環境の変化、学習、形態上の変化いずれの影響も受けない。これらの変化は毎世代ごとに失われる。そして父親の遺伝情報と母親の遺伝情報は融合せず、減数分裂によってまた二つに分けられる。この明確な粒子遺伝の過程は、 カール・エイリ・ヒコレンスによれば、メンデル遺伝学の基礎となった。バイスマンは1883年、生殖失説を提唱した。それによれば、多細胞生物では遺伝は、生殖細胞、つまり、生子や卵子のようなものによってのみ引き起こされる。彼が、相馬細胞と呼んだそれ以外の体細胞は、遺伝には関係しない。影響は一方通行である。 すなわち、生殖細胞は多くの生殖細胞と体細胞を作るが、生殖細胞は体細胞がその障害で得たいかなる変化らも影響を受けない。遺伝情報は体から生殖細胞に伝わることはなく、従って次世代に受け継がれることはない。これをバイスマンバリアと呼ぶ。これがもし正しければジャンバティスト・ラマルクによって提案され、 ダーウィン自身もあり得ると考えていた獲得形質遺伝説は棄却される。しかしそれは単なるアイデアであり実証的な実験が必要だと考えた。彼はもちろん複雑で高度な現代遺伝学のことは全く知らなかったが体から生殖細胞系列に情報の伝達が行われない子を実験で示そうと試みた。結果的に彼が示したのは 獲得形質遺伝説に信頼できる証拠がないということであり、個体の主体性を重視するラマルキズムを否定できたわけではない。しかし、生殖細胞と体細胞、個体発生と進化を区別するバイスマンのアイディアは、総合説に基づく現在の進化生物学で一般的に受け入れられている。生殖質説はまた変異の起源をも説明する。彼が変異の源であると、 当初考えていた洋服溶接を放棄したために代案として提案した様々な遺伝物質デテルミナントビオフォア移動を仮定した。しかし表現型の生殖室への影響は否定し続けたものの環境の影響によってデテルミナントの方向性が変化すると述べこの仮定は矛盾に満ちたものだった。バイスマンの研究は メンデルの法則の再発見よりも先に行われた。バイスマンはメンデル遺伝学の需要に消極的だったが、次の世代の遺伝学者たちは速やかにバイスマンとメンデル両方の論を受け入れた。バイスマンは今日では彼の時代よりも称賛されている。バイスマンは限られた細胞学の知識と全体的に言えば間違っている部分が多かった。 生殖質論を基礎に研究を行った。彼は1500匹のマウスの王を20世代にわたって切除し、ラマルク遺伝が存在しないことを証明したと現代のテキストでもしばしば引用される。実際には人工的に切除した親から生まれた5世代901匹の子供たちは皆、親、その他の機関に何のことも認められなかったと述べている。バイスマンは 自身の実験の限界に気づいており、親の欠損を受け継ぐ子孫がいるという主張があった、ために実験に乗り出したのだと明らかにしている。彼は王人工的に切除された親が子に影響を与えるという主張を支持する証拠がないと述べた。しかし、ラマルクや当時の他のラマルク主義者が要求したのは必要性や、医師、医師を通して得られる特徴の遺伝や環境である。 バイスマンの実験はこれらとは関係がなかった。哲学者アンリ・ベルクソンは1944年に著書クリエイティブ・エボリューションでバイスマンの実験に対してラマルキズムが否定されていないことを解説した。オーストラリアの免疫学者テッド・スティールはバイスマンの結論に異議を唱えた。これはネオラマルキズムと呼ばれている。バイスマンの想定した生殖室は同時に 発生の原理の説明という側面を持っていた。彼によると、生殖室には、体の様々な形質を決定する、決定因子デテルミナントが含まれている。生殖細胞の分裂ではこれらは全て等しく、受け継がれるが、乱活の場合には、これらが次第に分割され、個々の細胞はそれに応じて、分化の可能性を失い、最終的には、 ある決まった性質の細胞となるのが発生の仕組みであるとする。この説は実験発生学の発展を支えた。例えばその創始者であるビルヘルムルーはに細胞機に片方の細胞を焼き殺して反敗を得たが、これをバイスマンの説を証明するものと判断した。これは後に誤りであることが判明するが、そのためには様々な実験が繰り返された。 結果的にはこの説はこの方向からは否定される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。